他にどうですか、発表事項についてと。では幹事社からの質問をさせていただきます。この前の、先日第14回の友地区の住民協議会がありました。はい、で、私の内容としてはそのバイパスの必要性というか、ある意味ちょっと革新の部分にちょっと入ってきたかなという感じがありまして、で、知事の方から報告も受けられたと思いますけども、そろそろその第14回ということもあり、着地点というものはですね、見えてきたでしょうかということですか。昨日の、おとといか、おとといの、記者会見でも図らずもですね、事後の記者会見で、おっしゃってたと思うんですけども、議論し尽くされたかというと、し尽くされてないと思いますというふうに、住民の皆さんもおっしゃっていると思うんですね。ですから、そのまだまだもう少し議論しなければいけないことがあるというふうにお感じになっているんだと思います。そういう意味では、それを踏まえた上でね、その次に、最終的にどういう、その何ていうか、ソリューション、解決策というものを考えていくかということになると思うので、今の段階はまだ、その話し合いのですね、最後の局面なのかな、話し合いのというのは、その何が問題であるのかとか、何が課題であるのかという部分のですね、話し合いの最後の局面にあるのではないかなと。ということは、まだそのソリューションっていう、解決策といいますか、そこまでではなくて、そのまだ課題を、整理というか、ぶつけるって言ったらいいんですが、という段階という認識ということですか。そうですね。今回はそのバイパスの必要でその機能というテーマで話し合いをしていただいたわけですけど、かなりいろんなご意見というか、議論がですね、あったというふうに聞いてますと。で、ご意見自体としてはですね、生活度として地域住民のために必要であるという話から、その沼熊半島全体の産業活性化のために、バイパスを作ってネットワーク化をする必要があるというような話だとか、あるいは逆に、今の道路で十分じゃないかとか、もし作るとしても生活環境を極力変化させないように考えてほしいといったようなご意見だとか、こういうふうに出てるんですけども、要するにバイパスの必要性や機能について、かなり踏み込んだやり取りをしていただいたのかなというふうに認識をしています。で、最終的にはですね、これも記者会見の中でかなり繰り返しやり取りがあったと思いますけども、話し合いの最後でですね、いろんなやはり課題に直面している人がいると、つまり困っている人たちがいると。で、困っている人の気持ちを理解して、いろんな考え方がある方々がですね、納得できるような解決策を考えていくことが必要ではないかということが、共通の理解になったということでありますから、これはこれだけ聞くとさらっと気になられるかもしれませんけれども、これ逆に言うとですね、その困っていることをやはり個々その解決をしていきましょうということですから、それを積み重ねていくと、その先にまさにそれを全体として解決していく、パッケージのようなですね、解決策っていうのを考えていくということになってきますので、これも非常に大きな一歩であったかなというふうに私としては受け止めています。わかりました。はい、質問のある方どうぞ。NHK の平間です。よろしくお願いします。はい、今のお話、友の浦のお話でですね、その最終局面というのは、これはその協議会として、最終的にその架橋計画の扱いをどう判断するかとい こう結論に向けて、最終局面という、そういう理解でいいですかね。いやいや、最終局面といったのは、その共にはいろんな課題がありますねと、その例えば
交通量が多くて、お年寄りや子どもが危険な目に遭っているであるとか、あるいは下水道の整備を進める必要があって、そのための、例えば代替路というのも考えなきゃいけないかもしれないかとか、あるいはなくてもいいんじゃないかという話もあります、いずれにしても下水道整備の話だとか、あるいは緊急車両の話だとか、あるいはその生活環境ですよね、の話だとか、あるいは観光をどう進行させていくのか、いろんな課題がありますと、その課題について、そのこういうものがある、こういうものがある、こういうものがある。で、それの、これも、例えば、友の、道を、中を通るのに、5分もかかると認識するのか、5分もかからない、というか5分しかかからないと認識するのかというので、受け止め方は違うんだけども、でもじゃあ5分はかかるんだということが、例えば居住理解になったとしたらですね、それはそういうものであるとか、ごめんなさい、そういうふうに、あることについて受け止めが少し分かれることはあるかもしれませんけれども、でも、こういう課題がありますよねと、でそれについて、今申し上げたように、困っている人の気持ち、困っている人っていうのは、まさに今、下水がなくて困っているとか、トイレが、水洗ができなくて困っているとかですね、もうそんなのは、どうでもいいじゃないですか、ということじゃなくて、それはちゃんと取り上げて、考えていかなければいけませんよねというところに今来ているということだと思っているので、そういう意味でのその課題を共通のものとして認識をしていくというところの最終局面に来ているのかなっていうことです。で、その上でそれを解決する方法っていうのを考えるということで、ありますので、でその解決する方法という具体的なものを何にするかということについては、これは私は以前から申し上げてますけれども、住民協議会の中でそこまでこれでいいじゃないですかというところまで行き着けば、それは最も望ましいことだと思いますし、仮にそこまで行き着かなくてもですね、私はそこの課題がで共通、ここは共通、ここはやっぱりその価値観がやっぱり違って、受け止め方が違うっていうのところがですね、分かるところまで、行くというのがですね、最適ではないかなと思っていて、そこの課題認識のところの最終局面であるという認識ですね。すみません、そうしますと、せかすわけじゃないんですが、華僑計画の、結論が出るまでのこう道のりでいうとですね、今のこの話し合いの段階というのは、どの辺にあるというふうにお感じですか。例えばこうマラソンでいうと折り返し地点を超えたのかどうなのかとか。いや、かなりそういう意味ではゴールに近づいてきているような感じがしますね。どの辺ですかね。いや、どの辺というのは具体的にあれですけど、だけどこれから先、マラソンで言えば一番きつくなるところだと思うんですね。エネルギー切れというかガソリン切れを起こす、マラソンで言えばね、そういうところに差し掛かるっていうのがあるというふうに思うので、ここは住民の皆さん、本当にここまで走っていただいて、大変お疲れだと思うんですけど、最後もう少しですね、ご協力をいただけると大変ありがたいなと、それは何よりもその友のためでもあるので、そのために仲介者の皆さんも、お二人もですね、ずっとこうやって、毎回、来ていただいて、ご尽力をいただいて、東京でもですね、いろいろ足を交渉とか資料の精度も含めて相当な時間を使っていただけるので、もう一分ぐらい継続をいただけるとありがたいなと思っているところです。関連してなんですけれども、協議会で先ほど知事が
最後一番きつくなるところということをおっしゃったと思います。今はバイパスのことについて議論をされているんですけれども、これからまたさらに難しい景観の問題も入ってくると思います。このことを今一番きつくなるというのは、こうした難しい課題のことをおっしゃった内容、内容ということではなくて、やっぱりその、1年以上経っているというその時間の問題ですよね。それからこれも前から何度か申し上げてますけれども、その、一旦立場を離れてその課題に集中をしていかないとなかなか話し合って進まないと思うんですけども、そこの部分ですよね。それができて本当に、お互いが、ある程度納得できるようなところに行き着くんではないかというふうに思いますので、そういう意味でのきつさっていうのがあるんじゃないかなと思います。すいません、それは時間的にもう1年以上経ったということのきつさと合わせて、その立場を取っ払った議論に最終的に行き着くことのきつさという意味ですか。そうですね、はい。もう環境のところはやっぱり難しいテーマなのでということとはリンクしないんでしょうか。そういう面も出てくるかもしれないですね。ただそれは今もうバイパスのところでもすでに入ってますし、それすでにそこには直面をしているんですけど、皆さん辛抱強くね、議論いただいていると思ってますので、その内容のそのものの、センシティビティというよりはですね、そういった時間とか申し上げたような、その本当に腹を割って話し合いをするっていうことのですね、難しさの部分ということかなと。だいぶもう皆さん、その本音をおっしゃっていただけ始めているというか、おっしゃっていただいていると思うんですけど、それを継続していくっていうことの難しさとか、大変さとか、出席されている皆さんは我々代表じゃないっていうふうに、よくおっしゃいますよね。それなんかもやっぱりその周りの住民の方とのそのやり取り、とかプレッシャーとか、この期待だとかですね、いろんなものがあると思うんですよね。それを受けてその場にいらっしゃると思うんで、そういうものも含めてその発言をしていくっていうことのね、難しい面っていうのがあるんじゃないかなという。すみません、東京読売新聞の平井です。先ほどちょっと時間の問題というのはちょっと不足なんですけれども、要は1年以上経ってて、そのいろいろ進展してないというか、まだ解決できないみたいな、そういう焦りとかもあると思う。そういったような焦りとかそういうものが出てきているんじゃないかという時間。いやもう、そうじゃなくて、単純に物理的にですね、月に1回、夜6時半から、記者会見、6時から、6時からですね、記者会見終わるのは何時ぐらいですかね。9時半ぐらい。9時半ぐらいですよね。で、その後もうちょっとお話をされたりして、記者会見の後もですね、帰られてると思うんで、その事前のも含めてですね、かなり長い時間そこに拘束をされてお話をされている、参加されているんで、そういうところもですね、それはやっぱりお疲れになるだろうなと思いますね。それでは先ほど前回出た中でその課題というしたときに意見として生活道路として必要だ、その産業活性化として必要だみたいなあったと思うんですが、そういったことの課題について今後県側から何かその代替案を提案するということ流れなのか、それとも改めて住民に先ほど出たようなこういうことに産業活性化のために何が必要ですかっていうことを考えてもらうとか、今後どういうプロセスをやっていくという、それは沼熊半島の産業活性化っていう部分ということですか。そうですね、そこの部分について例えば、はいはい、いや例えばというか、その課題を皆さんでみんなで今後考えて、いきましょうと、困ってる人のために何が必要かを考えていくということというのはどういう形で具体的に進んでいくというイメージなのかなと思って。いや引き続き今やってるような話し合いを進めるっていうだと思いますけど、ちょっと沼熊半島のっていうのは例に出てきたからちょっとお会いしくなっちゃったかもしれませんけど、基本は島の話をしているわけですよね。で沼熊半島の全体のっていうのは、
まあ、これは今の我々の認識から言うとですね、そのここのバイパスができることが直接ですね非常に大きな経済効果を生んでいくっていうのとはですね、まあ、少し離れつつあるのかなというふうに思ってますので、まあ、一定のもちろん、効果はあると思ってますけども沼熊半島全体の産業活性化のためにこの道路を作るんだという認識では、まあ、道路っていうかねこの、まあ、橋ですよね架橋ということを言ったらそのためにこの橋を作るんだという認識ではないと思ってます。すいません、ちょっと今の友の浦に関連してなんですけども、はい、まあ、このこれから、まあ、一番しんどいところだっていうのはその、まあ、内容的なことじゃなくて、まあ、時間的なことというお話ですけども、これ、まあ、1年ちょっとやってきてですね、まあ、もう間もなく、まあ、一番しんどいところゴールに近づいているということで言うと、まあ、時間的に、まあ、単純に考えるともうあと1年ちょっとかからないと逆に言うとあと数ヶ月とか年内でゴールに到達するという理解でいいですか。これはまあ、これも繰り返し申し上げてますけども、残りどういうふうに議論が進められるかということに大きくよると思うんですね。まあ、その立場を離れて腹を割ってお互いにですよ、それぞれが腹を割って本当に困ってる人たちがいてそこにどうすればいいのかあるいはこの問題はやっぱり重要だから解決するべきだよねという認識をですね、腹を割って共有していただければ まあ、あっという間に駆け抜けることができるだろうと思いますし、そこがやっぱり立場に戻って、そこにそういうその腹割ったお話し合いというものが議論ができないとですね、その結果として時間がかかってしまう可能性があるかなとは思います。ありがとうございました。はい、すいません、ちょっと言葉の確認をさせてください。先ほど、はい、まあ、バイパスができることで経済効果を発するっていうのからは少し離れつつあるということをおっしゃったと思うんですけど、いやいや、違います。経済効果を発することはないと言ってるんじゃなくて、沼熊半島全体の活性化のためにこの橋を架けるんだっていうところとはですね、少し離れつつあるのかなと。それはこの協議会の中で離れつつあるということですか。いやいや、違います。今の産業の実態としてその、まあ、道路があってその沼熊半島全体がネットワーク化されるということは、まあ、ある程度大事だとは思ってます。ただそれはある意味で言うとその全体のそのつながりっていう意味では必ずしもこのかなり厳密にここを通らなきゃいけないっていうわけではないのでともとのもちろん関連は必要ですけどもそれはいろんな考え方はあるだろうなということだと思います。まあ、むしろだから課題として重要なのはそのバイパスなり、この道路がですね、友の地域に対してどういうインパクトを与えていくかという方が重要であろうと認識をしているということですね。